はいどうも、ヨシさん TV のヨシです。英語ネイティブの人たちも、毎回毎回自分が考えたことをスラスラ話してるわけじゃないんですよ。時にはね、こう言葉に詰まったり、ちょっとどういうことかなって頭で精査して話さなくちゃいけないんですよね。で、もちろん全員がスラスラ話せないから、そのちょっと止まった時にも、ネイティブっぽい間の取り方っていうのがあるんですよ。例えば観光地とかに行ってね、ある場所に行きたいっていうのを観光のね、ローカルの人に聞く時に、Excuse me, I wanna go to that place.なってしまうとね、向こうもへーってなるんですよ。だから向こうが安心して待ってくれる間の取り方っていうのは、現地に行けば現地に行ったらで大切なんですよ。でその1個2個3個ぐらいをね、ちょっとねここでお伝えできたらなと思います。間の取り方の、まあ、例ですよね。で1つ目の間の取り方の例が、あーんです。あーんこれマジでガチでやってますからね。あーん、例で言うと、 Sorry, excuse me, I wanna go to the placeLondon Bridge みたいな感じね。って考えるときは考えてるんだなって向こう考えてくれる、あの思ってくれるん でどんどん使いましょう。って言うとね。で次にいいのが、それは難しいなっていうのを相手に難しいって言わずに考えるやり方があるんですよ。だから日本語で言うとね、この問題、この社会問題どう思いますかみたいな難しい問題が来たときに、それは難しいねって答えてしまう前にでも考えてみる。けど考えるからちょっと待ってみたいな間の取り方があるんですよ。それが Wow ってこのリアクション。 What do you think about this social problem? What do you think of this problem in this society? Well, I think みたいな感じで、ね、でこの Well も使えます、ね、でもその3つ目にいいのが、ね、まあ多分これは授業で習うかもしれないんですけども、Let me think お湯だけで向こうは考える、僕たちに考える時間もくれます。だからさっきの Well と Let me think を混ぜると、 What do you think of this problem? って言われた時に、 Well, let me think みたいなね、もう5、6秒持てると。ただ一番危ないのが、一番危ないというか一番向こうが不愉快になってしまいがちなのが無音なんですよ。この問題どう思いますかっていうのがね、不愉快に感じてしまいかねないんで、頑張ってそこを音をねちょこちょこ入れながら会話を保たせる、この技術っていうか、その間の作り方ですよね。これはものすごく大切です。だから今日 Well と Let me think っていうこの3つ使えるじゃないですか。だから What do you think of this problem? って言われた時に Well, Let me think っていう感じでね言っていける。でね、今ちょっとスラッと音ちょっと聞こえたと思うんですけど、この下打ちの音あるじゃないですかって音、これもね使います。このなんか言いたいけど言えないなっていう状況を表現するときにネイティブが自然にやっちゃう音なんですよ。下打ちの音じゃないんですよ、この。だからね、これもねできたらね、ネイティブっぽさ半端ないんでね、ぜひこんな感じで英語でのコミュニケーションの時にね、困った時はこうやって間を取っていただければと思います。はい、こんな感じで終わります。 See you later!